関西とか、500ピースして到達したニーベルグ最新版、ここにはゼロも発展させるマザーゼロのとシルバー、そして発掘された茨の森への入り口が存在した。シルバーは暗躍行動を繰り返すイントローズを祝福し、脅威を上回るゼロの戦術利用、マザーゼロのとの融合を実行した。強力な戦闘力を有するゼロの融合兵と化したシルバーを撃退。融合と発火の解除に成功するも、再起動した機械でイントローズによりシルバーを殺害された。怒りの感情に支配されたシングの一撃でイントローズは稼働を停止したが、なんということだ、まさかお前のスピリアのやつが。リチア様を狙うシンの男、クオーティア・クリード・グラファイトが封印されていたとは。復活したクリードはシングの体を操り、我々を殲滅、琥珀を連れ、イバラの森内部へと姿を消した。やつを本人もこのままではあれと覚醒してしまうということで、じゃあやっていきます。だ今回ね、シングと琥珀サイドじゃなくて、あの仲間たちですね、になるんですけど、ちょっとパーティーさ、やっぱこれでいくわ。あのイーズがね、結構操作しやすいので、物理系だから。なの で翡翠イネスクンチャイトでいきます。シルバ先輩、この先やな。そう、茨の森はね、あの誰も通せないようになっていたはずなんだけど、開いてしまったし、あ、え、ちょ、なんか普通にモンスター出てきてるんだけど、何これ。全開で行くぞ。 あ、ちょっと待って、あ、誰だ、タンポン変えたいけど、操作キャラ変えるとどうすればいいんだ。あ、L か、はいはいはい、ハルマールグリップ、うなれ、ふうれ、限界術式、限界術式、マジンケ、術を設定してる。あ、してるよね。アンクルプレ、ビュルブレード、シグネル、限界、だハッパーファイブ厄介なんだよ。痛いな、なんか強くない。こいつ、あ、なんかあれ、勇気がない。え、なんでこんな硬いの。目標補足、去年術に待てんなよ。風年術展開、そう、使うか。お、よし。え、なんかぶりつけない、こいつ。は、風年術展開、ストリームアロー、風年術展開、無念術展開。あー、予約勝てた。まあ、強化された敵だからしょうがないか。あー、手癖が悪いぞ。手癖が悪い、すいません。よーし、いや、強かったな、あのクリスタルみたいなやつ。ちょっと待って、これあれか、パーティントと入れ替え、キャラクター入れ替えでなるかな、戦闘面はね。ウエストアタック、よし、じゃあちょっと進んでいくか。ガツいダンジョンだね。早くあれやな、シングたちと合流したいけれど、こっち行けるんだけど。なになに、あ、イベント、これ全部マザーゼロムじゃないか。茨の森がこれほどのものだったなんて。二人ともビビってる場合じゃねえだろ。翡翠は怖くないの、私は怖い。これは人間がどうにかできるものじゃないわ。俺だって怖いさ、けど妹がこん中に捕まってるんだ。兄貴が逃げれっかよ。マザーゼロムなど茨の森の付属物の一つに過ぎない。
リチア様が真に封じているあれが解放されたら世界は終わってしまう。急ぐぞ。こいつらよりヤバいもの、そんなものあるはずが。あるのだ。しかもそれはお前たち全員がよく見知っているものだぞ。ん？この声。だが機械人の発言は正確ではない。それが終わらせるのは全ての世界ではなく、お前たちの世界だけだ。そう、ここだ。かつてお前にスピリアと肉体を分かたれた忌まわしき場所。あえてこの場所より失われし計画を再開しよう。さあ娘、リチアの力を引き出し、茨の森の全機能を復活させるのだ。早くしろ。10秒待たせるごとにセルレイドを一人殺すぞ。カウントしまーす。10、9、8、7。これでも可愛いな。声が。クリード、あなたの思い通りにはさせない。バカな。お前に私の封印術を破れるはずが。今度は逆に私が琥珀の相馬の力を借りたのです。この力であなたを倒します。もうリチア様、なめるなよリチア。お前に思念術を教えたのはこの私だぞ。ふざけた真似をしてくれる。もう前回からさ、琥珀に暴力振るいすぎじゃない？いろんな人。もう体傷だらけやろ。あ、誰かが眠っている。あれ、あ、リチオさん。その姿久しいな、リチアよ。ひどい、踏みつぶすなんて。よくもやったな。でもこれでもソーマの力は利用できない。さあまあ見ろ。改めてお前の決意を試してやるぞ。まずは用済みの器を目の前で切り刻んでみよう。琥珀やろこれは。やめてよ。お待ちなさい。覚悟を問うなら私を痛めつければいいでしょう。貴様は黙って見ていろ。助けて、シング。あ、スピリア同士がつながってるからな、この二人は。貴様、器の分際で私に抵抗するなどと。なんかあれだよな、ラタドスクの騎士思い出すよな、このシングとクリードのこの様子。エミルとラタドスク。琥珀、逃げて。シング、シングなのね。ごめんよ琥珀。やっとスピルーンが戻ったのに怖い思いばかりさせちゃった。でも君は俺が守るよ。俺が守る。ヒーロー気取りは結構だが、貴様が邪魔をするなら。おやめなさいクリード。こうするまでだ。うわ、
いつがクリードよな。愚かな器よ。我が本体が封印されたここでは全く無意味な抵抗だったな。お前は一体何者なんだ。シング大丈夫？ほう、致命傷のはずだがまだ動くか。クリードグラファイト様、お初にお目にかかります。あ、ストリーガウか。ジオストリーガウと申します。あれだよな、琥珀に拷問してたやつな。うん、インカから報告は受けている。シルバーを操るために働いた男だな。御意。ストリーガウ隊員、まさかあなたは。リチア様、それにクリードまで本体に復帰しているだろ。エメラルドの髪の女、こいつがリチアなのか。あなたたち何をしに来たのです。早く逃げなさい。みんな助けて。シングが、シングが。相馬使いどもは予想以上にしぶといな。やはり完全に根絶やしにしておくか。決勝やろう。てめえがシングをやったのか。クリード様、この者たちとは因縁があるのです。私に始末させてください。あれ、インカローズとバトルですか。いいだろう。ただしこの女への見せしめだ。十分にいたぶってから殺せ。承知しました。おお、え、でもシングはいないよね、戦闘メンバーで。え、マジか。あー、戦闘パーティー編成してください。え、どうしよう。いや、クンチャイと、いや、こうやろ。で、イネス操作でいくわ。ということで、じゃあ今回ここまでにしておこうかなと思います。では、次回はインカローズ戦からですね。早速戦闘からいきます。お疲れ様でした。